ゲルトルート・フォン・バイエルンは、シュバーベン公・フリードリヒ4世の日、後、デンマーク王・クヌーズ6世妃。デンマーク語ではゲアトルズ。ゲルトルートは、バイエルン公、ザクセン公、ハインリヒシシとクレメンティアホン・ツイリンゲンとの間2152年、または1155年に生まれた。1166年、ゲルトルートは、ドイツ王・コンラート3世の次男シュバーベン公。 フリードリヒ4世と結婚したが、翌1167年に、夫フリードリヒ4世は死去した。1171年、ゲルトルートは当時デンマーク王子であった、クヌーズ6世と婚約し、1177年にルンドで結婚した。夫妻は、新婚の頃は、スコーネで暮らした。1182年5月12日、クヌーズがデンマーク王として即位し、ゲルトルートは、 王妃となった。ゲルトルートは生涯子供ができなかった。二度目の結婚では、ゲルトルートは純血を守り、クヌーズ六世とは同金しなかった。アルノルト・フォン・デューベックは、王夫妻の結婚に関する記述で、クヌーズ六世のことを純血の日と共に過ごし、最も純血な人物であるとしている。ありがとうございます。